で、その次、2番目の弦のバリオンについての話として、3次元チャンサイモジロンとの対応というのを話したいと思います。ここでは SFT ストリングフィードセオリー、弦のバリオンと3次元チャンサイモジロンとの類似ということです。もうここまで来たら何やってみてることで、ここでは微分形式を使わせてください。別に慣れてない、何やという質問はしない。で、何かの3次元対応と IM 上のチャンサイム理論を考えます。力学変数はワンフォームのゲージ場 AμDx μ です。これは軍事のリーカーに値、リーダイスに値を取るとしましょう。で、チャンサイム理論の作用っていうのは、こう与えられています。これはで、ここで積分は普通の積分です。多様体 M 上の積分です。2π 分の K とか書かれています。 K はなんかレベチャンサイモンのレベルという、整数なんですけど、こう与える。微小ゲージ変換がこう与えるです。ここで出てくるのは、積分のほかは D という、外積、あ、ごめんなさい、外微分 D、それからウェッジ積、外積ですね。そういう構成体です。で、このチャンサイム理論というのは、位相的場の理論というやつで、物理的自由度はほとんどない、スカスカというか、粒子の自由度は全くないんですが、だけど、数学でも非常に役に立ったと思いますが、あと物性物理、特に分数ホール効果を検出するのに非常に役に立っています。で、こういうチャンサイム理論、これなんですが、もう皆さん忘れたかもしれませんが、この作用とかゲージ変換を眺めると、次の対応で弦のバリオン理論とチャンサイム理論は全く同じなんです。弦場プサイに対してワンフォームのゲージ場、それから QB というのに対して外微分、それから弦のバリオン理論のスター積に対してウェッジ積、それから弦のバリオン理論の積分に対して多様体 M 上を積分してトレースを取るというこの演算で、実際ちょっと思い出すと、左が、青が弦のバリオン理論、右がチャンサイム理論なんですけど、一番上が作用です。それぞれの作用ですね。さっきの取り替えで全くこうこっちゃこっちゃいきます。特に QB2 乗は0という性質を持ってるんです。というか、あるいはこれは時空次元は26次元でないと成り立たない特別な性質ですが、これに対応して、微分形式よくご存知のように、外微分は2乗したら0という性質に対応しています。あと、ライプニッツ則とか、結合則とかあります。で、最後、弦のバリオンの方では、QB がストリングフィードに作用したものの積分は0だったといいますが、これは、チャンサイム理論というか、微分形式の方では、何か、何たるフォームに外微分をしたものの積分がゼロだと。ただし多様体が閉じていればですけど、これに対応しています。だから全く弦のバリオンとチャンサイム理論では形式的には全く何か記号の置き換えだけで、で、そこでですね、巻き続き数という話をちょっとしたいと思います。ここはちょっとチャンサイム理論の話です。だから、微分形式の枠で積は全てウェッジ積、外積にします。書くのめんどくさいので。で、チャンサイム理論でさっき微小なゲージ変換で作用が不変だと言いましたが、群 G に値を取る、一般の関数 G of X により有限なゲージ変換を考えます。すると、有限なゲージ変換をすると、ワンフォームのゲージ場は、こういう形に変換を受けます。そうすると、こういう有限ゲージ変換に元では、さっきのチャン・サイモンズ理論の作用というのは、不変ではなくて、ずれます。マイナス 2πk n of g という。で、ここの n of g というのは、巻き付き数、我々は巻き付き数、ワインディングナンバーと呼んでいるようで、こういう GD、G インバースの3乗、これ3フォームですが、その積分、トレースを取った積分で与えられています。2π4 乗。24π2 乗とか面用な数で割っていますが、この重要な点は、この巻き付き数と呼んでいるのは、ちょうど整数に値を取るということが分かっています。なんでかというか、要するにこの NG というのは、
巻き付き数という性質を持ってて、この X が空間、三次元空間ですが、三次元多様体 M を一回覆う間に G of X が群 G を何回覆うかという、覆う回数を与えている。だから性質なんです。まあ、符号付きの回数ですが、例えば三次元空間、三次元多様体が R3 というか、まあ、ただの三次元ののっぺらぼうな空間なんだけども、無限円を同一したら、まあ、それは S3 というか三次元球と思う。で、群の方を SU2 だと思うと、 SU2 はまあ S3 だと思う。そうするとこの G というのは三次元球から三次元球への写像であって、この A の部 G というのは、X の方がその三次元球を一回覆う間に、群の方である SS の方である三次元球を何回ぐるぐる巻きするかという、そういう回数を与えているわけです。あ、で NG がまあ整数なんで、あ、まあいいや、はい、こうなって、まあこういう無力視野で整数があるわけです。さて、でところで、さっき言ったように弦の場の理論というのはチャンサイム理論で全く記号の置き換えをやって得られたわけです。でなので弦の場の理論で同じことを考えてみましょう。とストリングフィードセオリーでも形式的には全く同じです。ただここではストリングフィードセオリーなので、積は全部スター積とします。で、ストリングフィードセオリー、弦の場の理論で有限原子変換を行うとどうすればいいかというと、 U というなんか弦座標の反関数を持ってきて、はい、さっきチャンサイム理論ではワンホームのゲージ板にこういう置き換えするのが有限原子変換でしたが、この記号の置き換えをするとプサイ、現場を UQB プサイで括弧として U インバース、こういう変換、これが有限原子変換です。そうすると、弦の周りの方も作用はこの有限原子変換では不変ではなくって、やっぱりズレが生じます。どれだけズレかは全くさっきの置き換えで、ただ作用の前にかかっている 2πk とかいうのがちょっとなんか、こんな量に変わっているので、これだけあります。で この赤字の変な花文字の N ですが、 U の関数ですが、反関数ですが、これは今の場合こういう量です。こういう量です。ここで今の場合は3分の π 以上とかいうなんか面用な数がかかっています。はい、で だけどまあ形式的にはこう全く同じなんです。で、このでそこで弦の場の理論の方のこの N というようなんですが、チャンサイム理論の場合はこれはなんか巻き付き数という、まあ、あの直感的な意味があったんですけど、まず弦の場の理論ではチャンサイム理論の時の NG と同様に、この弦の場の理論の NU というのは U の連続変形で不変な量です。あ、まあそういうのをトポロジカルインバリアントと言いますが、それから弦の場の理論におけるこの NN of U もなんか整数に値を取ると期待されます。あ、ちょっと弦の場合の場合は3分の π 以上で、がかかってて、ちょっと待ってね、何やったっけ、あ、違うな、ここはなんか 24π 2乗分の1がかかってるんですけど、その辺ちょっと違いあるんですが、まあそれは置いといて、で整数に値、この弦の場の理論の NU も整数に値を取ると期待されています。少なくともあるクラスの U に対して、で弦の場の理論の運動方程式というのはさっきもできましたがこれなんですが、これの解としてプサイとして UQBU インバースという、これはゼロの有限原子変換ですの形のものが、あ、これはなんかこの運動方程式を形式的には自明に満たすんですけど、がこういう形の解として L 枚の D25 ブレンが存在する状態を表す古典解として構成されるんです。で、L 枚といっているのは L が0の場合というのは D25 ブレンが1枚も存在しないというので、あのタキオン、さっき言ったタキオンシンクというやつです。だから L が1というのは1枚存在するというのは、あのプサイが0ということです。あのそれから2枚3枚とかそういう解が構成される。で、ところがさっき作用 S の有限原子変換の公式からもしこういうゼロの有限原子変換の形の解が存在したとしたら、その解のエネルギー密度はちょうどこう与えられるということなんです。なんですが、この花文字の NU の前にかかっている 2π2 乗 GO2 乗分の1点はちょうど
D25 ブレン1枚のエネルギー密度ということが、まあ、知られています。でそもそもこの回は D25 ブレンがなんか整数枚ある回を表していると期待しているわけですが、でその回のエネルギーがこうエネルギー密度がこう与えられるということは、この N は整数であるべきだと、こういうんです。なんですがちょっと、だからこの、弦の場の理論における、ワインディングナンバー巻き付数に相当するものはもう整数であってほしいということはわかります。だけど今のところ整数だとちょっと証明、数学的な証明とかありません。だからちょっと課題としてこの N をもう巻き付数というような解釈が可能なのか、そういう直感的な意味を持っているのかというのは、疑問は今もというか解決されていません。でちょっとあの情報を言っておくと、 U というのは U ってあの弦の場の理論であの有限ゲージ変換をするこの U ですね。この U というのは左半分弦座標シグマが0から2分の π まで、それから右半分弦座標シグマが2分の π から π までですが、これをそれぞれを足とする、だから足が2つある行列とみなすこともできるんです。でスター積というのはこの意味の行列積になってて、弦の場における積分はこの意味のトレースに実はなっている。だから、U というのはなんかこういう変な、まあ、ちょっと拡張した意味の行列を見出すこともできます。あともう一つ U というのはこれまで話をしませんでしたが、実はあの、ある意味のユニタリティ条件 UU だがだがはうまさエレメント協約ですが、が1だというそういう条件が実はついています、はい、なんでですが、まあ、とにかくなんかこういう、この弦の場における N というのも巻き付き数という解釈が可能なのかというか、なんかそういう直感的にも意味がある、そしてちゃんと整数なのか、そういう、ことはまだ解決されていません。で最後にですね、ちょっと厳密解の話をちょっとだけしたいと思います、これは KBC ダースに基づいた厳密解の構成、だんだん分からなくなってきましたが、これは KBC という3つの現場のみを用いた構成というやつで、ちょっとあんまり詳しい話をしても仕方がないんですが、 K というのはなんか弦の世界面上のエネルギー運動量テンサー由来の量で、 B というのは半合素座標 B オブシグマから来る量、 C というのは合作用から来る量なんですが、この3つの、現場のみを用いた厳密解の構成ということができます。でこの KBC の密の量はなんかこういう閉じた台数を満たしているんですが、なんですが以下の話は専門的かつ時間切れのため以下は気持ちだけしたいと思います。で何が言いたいのかというと、そういう KBC という密の量だけを用いてなんか L 枚の D25 ブレン、どの D ブレンも空間全体に広がっている、そういう D25 ブレンが L 枚重なったような、これはあんまり重なってませんが、を表すそういう回を作りたいということです。でそういう回が実際作れるんですけど、そういう話で、でなんか U というのを与えたらいいんですが、まあなんかこう式書いた前仕方がないんですが、 U というのは何とも説明しないので単に絵だと思ってもらっていいんですけど、ここに青で書いてある式で与えて、この青で与えている式はなんか決まっていない量がこの αk というこのべきなだけなんですね。でだから今のここ、ま、全く話がちゃんと完結していませんが、このべき αk だけで指定される何かこういう解をこう構成するんです。でこの U、 こういう U で、がちゃんと解であるかどうかということをちゃんと言います。で具体的にはですね、KBC という3つの量で解が構成されているんですが、 K イコール0での特異性の解析というのをします。それはさっきのように花文字の N がちゃんと整数でありなさい、それから運動方程式がこういう特異性を考慮してもちゃんと成り立ちなさい、そういう要請をします。これは何かというと3次元チャンスハイモン理論でいうと、なんかどっか多様体のどっかに例えばとんがりがあると、なんか多様体になんかバウンダリーがあるというようなことがないというような条件に対応しているわけですが、と期待されるわけですが、そうすると
べきアルファ形が、まあ、決まある程度決まって具体的にここではこういうふうに表されます。でアルファ形というのは何でもいいんですけど C というのは単に二項定数なんですけどここに Bn というのが出てきます。で Bn というのはベルヌイ数というやつでベルヌイ数数学のいろんなところに出てきますが何かあの弦の場の理論の中でもこんなふうにしてベルヌイ数というのがこう現れるというわけで なんとか数学に関係づけたりするんですけど無理がある。ちょっとなんか、このくらいにしておきましょう。というわけで、ちょっとあの締まりの悪い話になりましたが、まとめ、ゲージ論とひも理論、ゲージ論ってあのヤミ理論とかチャンサミ理論は数学に多くの刺激を与えてきたと思うんですけど、まあ、未解決の問題が解決されたりなんですが、まあ、今日お話した弦の間の理論もあ、まあ、ちょっと気にしてくださいとなんか数学屋さんにお願いしてるのかなというのが今日のまとめです。はい、何やらあの退屈かつ難しい話になってしまったかもしれませんが、はい、ご清聴ありがとうございました。以上です。終わります。